万世郷、駅前広場の広瀬武雄中将と、杉の孫七兵総長の像。1920年頃、広瀬武雄から1904年3月27日は、日本の海軍軍人、柔道家。日露戦争でのエピソードで知られており、特に戦前は、軍人として深格化された。兄の勝彦も、海軍軍人である。ア,リアズナの面影、広瀬が、 岐阜春江にあてたい葉書を下半し、広瀬智之城の次男として、文語国武田に生まれる。幼少時に、母親と死別し、祖母に育てられる。西南戦争により武田の自宅が消失し、一家で、飛騨高山へ転居した。飛騨高山の干渉小,小学校を卒業後に、小学校教師を務め、1885年に退職して工業者を経て、 海軍兵学校入校、同時期に、行動館で、柔道も学ぶ。1889年に卒業。入学時席時は19番、卒業時は80人中64番。兵学校卒業後、翌1890年2月まで軍艦、比例に、乗船、二度に渡り遠洋航海。その間に少位に任官半年だけ即領、測量艦。 海門の看板士官となり、沿岸の測量、警備に従事。この時期、静岡県清水に寄港し、清水次郎町の地遇を得る。1894年の日清戦争に従軍し、1895年には大尉に昇進。1897年に、ロシアへ留学してロシア語などを学び、貴族社会と交友する。 旅順港などの軍事施設も見学する。その後ロシア駐在武官となり、1900年に、少佐昇進。1902年に帰国する。ロシア駐在中に、ペテルブルク大学で日本語を教えていた、黒の義文から頼まれたこともあり、後に、海軍少将となる義文の次男、森田さんの、相談相手となり、格別の世話をする。 1904年より始まった日露戦争において旅順航閉塞作戦に従事する。3月27日、第2回の閉塞作戦において閉塞戦福井丸を指揮していたが敵駆逐艦の魚雷を受けた。撤退時に、広瀬は自爆用の爆薬に転化するため船倉に行った部下の杉の孫七上等兵装がそのまま戻ってこないことに気づいた。 広瀬は杉野を助けるため一人沈み行く、福井丸に戻り、船内を三度も捜索したが、彼の姿は見つからなかった。やむを得ず救命ボートに乗り移ろうとした直後、東部にロシア軍砲弾の直撃を受け戦死した。35歳だった。即日中佐に昇進した。海軍中佐広瀬君くんの第一君広瀬義国が5日後、広瀬の遺体は、 福井丸の選手付近に浮かんでいるところを、ロシア軍によって発見された。戦争中であったが、ロシア軍は、栄誉令をもって丁重な葬儀を行い、陸上の墓地に埋葬した。青山霊園に、兄の勝彦と並んで墓所がある。日本初の、軍神となり、出身地の大分県武田市には1935年に、岡田啓介らと地元の黒川県市ほか数百名の、 手により、広瀬を祀る広瀬神社が創建された。また、文部省唱歌の題材にもなる。また、直撃を受けた際、近くにいた兵のそばを飛び散った肉片がかすめていった。その痕跡が、くっきりと残った兵の帽子が、靖国神社優秀館に奉納されており、時折展示されている。また、 広瀬が戦死した際に所持していた血染めの貝図が朝日の上院から行動館に寄贈され、その後も行動館2階の柔道伝道に展示されている。加納ウ五郎は広瀬の才能を高く評価していた。広瀬の戦死の方が伝えられた時、加納は人目もはばからず男泣きに泣いたという。広瀬武雄の墓。向かって左側には勝彦の墓石が見える。 万世教駅の絵図。駅前広場に広瀬を呼び、杉野の銅像があったことがわかる。広瀬武雄像。大分県竹田市の広瀬神社に所在。本画像は、竹田市歴史資料館所在時に撮影されたもの。ロシア駐在中に、社交界ではロシア海軍省海事技術委員会であり、機雷敷設の専門家であったアナトリー・コアリスキー。 大佐の娘、有ア安アナ・アナトーリエブなコアリスカヤと知り合い、文通などを通じた交友があったことも知られている。竹尾の戦死を聞いた彼女は母に服したと言われる。明治末期に銅像が国内に三体建立された。上記の三体のうち、高山市の上山公園に郷像、竹田市の広瀬神社境内に郷像がそれぞれ現存するが、明治に建造されたものは、 戦時中に供出されており、2体とも復元である。2010年10月22日、武田市立歴史資料館の広場に混流された、広瀬のブロンズ像の除幕式が行われた。武田市の有志による、広瀬武雄ブロンズ像混流実行委員会が、大分県出身の彫刻家である、辻畑隆子に制作を移植したもの。立像は、身長2.6メートル。 総事業費は2350万円。10月22日の除幕式には、市民ら約150人が参加。祝詞総状などの真事の後、武田氏ゆかりの作曲家、滝連太郎の、工場の月が、忍笛で演奏された。須藤勝次、武田市長は、今は、政治も文化も、混迷の時代だが、広瀬武夫像が、私たちの大きな羅針盤となって、 未来を指し示してくれると思うと挨拶。広瀬武雄の親族にあたる広瀬武しなおが、日本人の本来の心を思い出すきっかけになって、欲しいと話した。この立像は2017年12月に、竹田市の広瀬神社の鳥居の前に移設され、それまで当該地にあった、広瀬の胸像は広瀬神社の境内に移設された。広瀬に関する歌が多数ある。 最もよく知られているのは、文部省昇華、広瀬中佐で、1912年、尋常小学昇華第四学年用に所出。作詞作曲不詳。とどろく頬音、飛べくる弾丸。荒波荒い筆記の上に、闇を貫く中佐の叫び。杉野はどこ、杉野は伊豆屋。船内くまなく尋ねる三度、呼べど答えず、探せど見えず、船は、 次第に波間に沈み、敵団いよいよあたりにしげし、今は、とボートに移れる中佐、飛べくる弾丸にたちまちうせて、旅順郊外恨みぞ、深き、軍神広瀬とその名残れど、他に、以下のようなものがある。一言一向潔く、日本帝国軍人の、勘を人に示したる、広瀬中佐は死にたるか新集団指数あれど、男子のうちの死んだ 世界に示す感とは、広瀬中佐のことなら人気手は敵を恐れしめ、死しては、軍の神となる、広瀬中佐の巧妙は、無人の鏡国の花。ありがとうございます。